紹介するのは、民族ですかね。ちょっと読み方間違ったら申し訳ないんですけど、から出ています、Bluetooth 4.0 に対応したヘッドホンですね。折りたたみ式で密閉型。もの的にはオンイヤーですね。耳の上に乗っかるタイプのものになります。で、一応有線にも対応していることと、あとマイクがついていますので、ハンズフリーにも適用しています。はい。商品イメージですね。まあ、こんな感じです。ざっくりですよね。で、一応カラーバリエーションがありまして、ブラックとホワイトの2種類が出ています。はい。こちらの方の紹介していきたいと思います。商品としてはこちら。はい。セット内容なんですけども、外箱、本体、マニュアルと、3.5mm のラインケーブルと、充電用の USB ケーブルとなっています。はい。それぞれ紹介していきたいと思います。はい。マニュアルの方なんですけれども、英語表記になっています。なので、ちょっと難しいかなというところはありますけれども、Bluetooth ヘッドホンをですね、使用したことがある方であれば、さほど難しくない内容かなと思います。まあ、極論見なくても操作ができるレベルのものになっていますので、いいかなと思います。はい。続いて 3.5mm ラインケーブルですね。Bluetooth に対応していない、または Bluetooth のこちらの本体の電源がなくなった時ですね、に有線で接続して使用することができます。こちら 3.5mm のラインケーブルはおよそ、130cm というふうになっています。はい。続いて USB ケーブルですね。USB 充電用のケーブルになっていまして、マイクロ USB から USB Type A に変換するものになっています。Type A から先の充電器っていうのはないので、モバイルバッテリーやパソコン、またはコンセントに変換するものを別途準備する必要があります。こちらの長さはだいたい150センチとなっています。結構長いケーブルかなと思います。はい、最後、本体ですね。こちら。こんな感じですね。はい、こんな感じになっていまして、インターフェースは基本的に、右側、画面に向かって右側になっていますね、に集約されています。はい。はい、折りたたみの部分はこんな感じで折りたたむことができます。サイズとしてそこまでコンパクトになるわけではないですけれども、まあ、折りたためるというのは一ついいかなと思います。インターフェースとしてはこちら、LINE 入力がこっちですね、なっています。で、サイズ調整が可能です。こちら、左右どちらもありまして、およそ3センチ程度ですね、稼働することができます。はい。本体の動きとしては、こんだけですね、ほとんど、動かない感じです。はい、本体情報として重さなんですけど、だいたい 186g となっています。はい、それではね、実際音を出して聞いていただいて終わろうかなと思います。今回接続に使用するのは iPhone 6 Plus ですね。こちらで Bluetooth 接続して音を出して聞いていただこうと思います。それでは早速接続していきたいと思います。iPhone の方の Bluetooth をオンの状態ですね。こちらで電源ボタンの長押しですね。電源がつきまして、赤青の高速点滅になると Bluetooth のリンク待ち状態になっています。そうすると iPhone 側に、接続するデバイスとして MKO010 というものが出てきますので、こちらと接続します。はい、接続が完了しました。こちらで、実際曲を流して聴いていただこうかなと思います。はい、今のでボリュームがマックスになっていますので、iPhone 側とヘッドホンはボリュームの連動はしていませんので、 iPhone 側のボリュームをだいたい8割、ヘッドホンをボリュームをマックス状態で音楽を聴いていただこうと思います。はい、それでは。
はい、以上ですね。ボリュームとして若干小さいかなと思いますけれども、音漏れしない程度でこのぐらいでいいかなと思います。はい、今回紹介しましたのは、ミンドゥさんから出ています、Bluetooth 4.0 に対応したヘッドホンですね、の方を紹介しました。以上です。